毎日入れてるやんか。これどうなってんねん。これで最後です。これで最後です。全然話が違うんだけど、ということもなく、炎上することもなく、少ない人が、なんで、炎上することもなく。まあ、いいでしょう。今日はね、恋愛ものを言ってみましょう。恋愛ものをね、珍しく。小さな雪が降ってきた。街は賑やかに過ぎてゆく。心の中に君が映る。笑顔を浮かべた君が映る。小さな雪が雨と変わり、傘もささずに急いでいた。心の中に君が映る。涙を流した君が映る。人は人を傷つける。人は人に幸せを与える。間違いだらけの僕だけど、ずっとそばにいたいんだ。小さな雨が雪へと変わり、輝く駅が見えてきた。20分遅れた駅の前、笑顔の君が手を振った。ありがとうございました。もうこれで終わりです。